ゴンベイトンネル開通記念碑ゴンベイトンネルは国道361号にある長野県塩尻市と上稲郡南三ノ輪村を基礎山無役を貫いて結ぶ全長4467メートルのトンネルである。当期は通行止めとなる既存のゴンベイ峠に代わり稲と基礎とを結ぶことになる。ゴンベイ峠では通行止めがたびたび発生し落石なども発生していた。 道幅が狭く車のすれ違いも難しかったため、実用的な道路とは言えなかったが、トンネルの完成で、有料自動車道並みの高規格道路となった。総事業費は約700億円が継ぎ込まれたが、通行料は無料となっている。中央自動車道の通る稲市と、国道19号の通る基礎郡基礎町とを結ぶ、地域高規格道路稲基礎連絡道路の一部を構成する。 ゴンベイ峠道路の使用プロジェクトである。1993年に工事が開始され、当初2002年度の開業を目指していたが、脆い地質などで難工事となり、2003年11月10日にようやく貫通、2006年2月4日14時に共用を開始した。予想以上の難工事により建設費も跳ね上がっているため、無駄な事業だという意見もあるが、否 諏訪地域と基礎地域が短時間で結ばれることにより、通勤や買い物、観光など生活圏の変化が見られる上、貨物車両などによる物流もより潤滑に行われるようになると思われる。また、基礎地域と東京の間の移動においても、トンネルの開通によって所要時間が短縮されたことから、従来の塩尻インターチェンジ経由に代わってこのトンネルを経由する車が増えている。 稲川入り口標高1062メートル、木曽川入り口標高1162メートルなので、木曽川から稲川にかけて若干の下り勾配がある。工事の際の大量の湧水に対応するため、トンネル本港の南側に細い水抜き港が本港に先行して掘削されている。なお、完成後も水抜き港は残されており、入り口を確認することができる。 現在は避難校として使用されており、本校と連絡通路によって結ばれ、非常時に使用される。また、本校の内部北側に、車道よりも一段高い通路が設けられており、柵も装備され、歩いて通行することも可能である。トンネル内部中央付近に換気用と思われる横穴が掘られているため、前日通路の一部が2箇所階段で上下するような構造になっている。 トンネルとその前後の道路は一般道というより高速道路に近い高規格道路であり法定速度を大幅に超過して走っている車が見かけられる。そのため時事警察によるスピードの監視が行われ取り締まりも行われている。国道361号が接続する国道19号も非常に速度が速い路線として知られている。国道十九号と合わせて 中央自動車道を使わないトラックなどの走行経路になっており、夜間は大型車が多い。詳しくは国道19号を参照。谷が狭く水田の少なかった木曽谷の米不足を解消するため、古くからあった稲木曽の最短ルートである九州な鍋掛かり峠の大改修に尽力した牛方の古畑コンベイにちなむとされている。ありがとうございます。